ようこそ皇室ジャパンへ。宮内庁は高円宮家の三女である守谷絢子様がご出産されたことを発表いたしました。絢子様は5月10日正午頃、都内の病院にて第三子となる男の子を無事にご出産されました。これにより高円宮妃久子様にとっては待ちに待った3人目のお孫様の誕生となります。お子様のお名前に関しましては高円宮家と相談の上、後日改めて公表予定とのことです。絢子様は久子様の三女であり、天皇陛下の鳩子にあたる方です。2018年には日本郵船にお勤めの守谷さんとご結婚されました。その後結婚翌年には第一子を、2022年には第二子を、それぞれ男の子をご出産され、昨年には高円宮様に関する行事にも家族揃ってご出席されていました。おめでたいご報告に心よりお祝い申し上げます。お祝い申し上げます。高円宮家の三姉妹である女王様方がお母様である久子様のご意志を受け継ぎ、天皇家を支えるという強い信念を持ち続けていらっしゃることに皆様も大変喜ばれていることでしょう。天皇家の支持者が増えることは誠に喜ばしいことです。おめでとうございます。久子様と両陛下もこのようなにぎやかな家庭の様子を大変喜ばれていることと存じます。高円宮家がさらに活気づくことは見る人すべてにとって喜びです。いずれ久子様がお孫様を抱きしめお世話をされている姿を拝見できる日が来ることを楽しみにしています。ご結婚の際にこれからも天皇陛下をお守りしますと力強く宣言されたことは多くの人々の心に深く刻まれています。その素晴らしいお言葉を忘れることはありません。国民一同心からのお祝いを申し上げます。明るいニュースに心が弾みます。おめでとうございます。久子様もこのニュースを大変喜ばれていることでしょう。私たちもその喜びにあふれています。第三子の誕生とは本当に幸せなご一家の証です。心よりお祝い申し上げます。
いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対して、いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それでは、また会いましょう。